はい、今、朝の8時半ですね、10月31日です。ちょっとね、はい、用事があって、奈良の今、南大門にいています。はい、で、朝トレしてないんです。また家帰って、はい、朝トレしようかな。朝トレじゃないですね、昼からまた、はい、いつもの筋トレ、今日腕の日だったんで、もうメニュー書いてあるんですけど、はい、やらずにちょっと時間なくて、本当は朝したかったんですけど、もう用事あるということで、今、もう家から30分くらいなんですけどね、大仏殿の方を来ています。結構ね、観光客の方もいてて、しかもたくさんいているような状況です。ということで、この中の仁王像ですね、かっこいい、筋肉マンの仁王像、今からちょっと撮ってみようかなと思います。また後でね、奈良の大きな大仏もね、撮れたらなとは思っています。私も久しぶりですよね、この中にあるということで、すごくいい天気でいい感じです。朝からすごい清々しいです。暗いんでね、ちょっとどこまで撮れるかなというところですけど、はい、ね、2体、後ろにもあるんですけど、ちょっと勉強してなくてすみません、名前ね、ちょっとあるんですよ。はい、かっこいいですよね、このポーズでね、決めてね、また、ね、筋トレ動画撮れたらかっこいいなと思います。はい、ちょっとやっぱり見にくいですよね。はい、じゃあ、この反対側ですね。あ、この辺だったらすごいですね。はい、ちょっとよく見えるか。あ、この辺が光もよく見えますよね。はい、すごいかっこいいですね。はい、ちょっと近づいてみたいと思います。はい、さすがですよね、すごいですね、迫力あります。はい、すごい筋肉です。ちょっとお腹出てます。かっこいいですね。はい、すごい大きいです。はい、あと中ですね、正面の中にね、大きな大仏さんいてるかと思います。はい、鹿もね、いてるんですけどね、今ちょっと近くにはいてないですね。また近くになれば、はい、鹿さんね、撮りたいと思います。あそこいてますよね。一回見に行きましょうか。よいしょ。はい、ね、実はダイエットの方もね、もともと嫌ってたの16時間ファスティングね、実は始めてます。で、経過はまだね、1週間ないぐらいなんで、またそのうちね、状況ね、報告をね、したいかなと思います。はい、鹿の方やってきました。鹿せんべい待ってるような状況ですね。でも何も持ってないんで、あげれません。あ、こっち見ました。はい、おはようございますというところです。これね、後でじゃあ、画像ね、サムネ画像しようかな、どうしようかなというところです。はい、それじゃあまた、はい、昼からまた動画の方を上げていきたいかなと思います。